アブン駅は、北海道マシケ郡マシケ町大和阿分村にあった、北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅である。電報略号はアフ。1977年のアブンカリ乗降場と、周囲約500メートル範囲。下が、マシケ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語のアフンイ。 入り込みたるところ、入る書に由来する。この名称については、はっきりしないが、付近の海岸を指すとする記述や、道内各地のホラー穴で見られる、アフンルッパラ、入る、道の、口の名称と同義ではないかとする推測がある。短式ホーム一面一線を有した地上駅。ホームは、線路の西側に存在した、点鉄器を持たない、防線駅となっていた。 仮上工場に羊を持つ開業時からの無人駅で、駅舎はなかったが、ホーム南側で入り口付近にプレハブ作りの待合所を有した。鉄板張りの建物で、以前はホームに向いて建てられていたが、向きが変更された。内部には玉砂利と人工芝が敷かれていた。待合所の管理は、現地の町内会である阿分連合自治会によって行われていた。トイレはなかった。ホームは、 木製デッキ式で、増ケカ型にスロープを有刺駅施設外に連絡していた。有効長は、非常に短く、一両編成でも車両が踏切にはみ出す珍しい駅だった。当駅、震災駅間には、ルモイ駅増しケ駅間で、唯一のトンネルである、アブン水道が存在した。このトンネルは、廃線後も金属製のフェンスで封鎖されているものの、残存している。 漁港の集落がある。旧和文小学校の校舎の真裏にあったため、国道からは、駅跡の位置がわからない。待合所は廃駅後しばらくは施錠の上扉に、ベニヤ板が貼られ放置されていたが、その後、ホームともに2017年6月頃に解体され、やぶとなっている。隣接していた踏切も撤去され、道路へと回収されている。2017年10月時点では、 かつてホームに設置されていた伝統設備のみ残存しているアブンカリ情上,上に関するカテゴリー。ありがとうございます。